アメリカでは若者を中心に中国発の格安 EC サイトシーインの利用が増えています去年ファッション分野の売上高で amazon.com を上回り今後さらに拡大するというふうにされています今日は企業が生まれた背景と利用者増加の理由そして安さの裏にあるリスクについて聞いていきます ゲストはオービリン大学大学院特任教授の山田修平さんです山田さんは日本経済新聞の記者として北京と台北に駐在し中華圏の企業に精通していますよろしくお願いしますはいお願いいたします、えー、まず日本でも知名度が高まっています中国発の EC サイトシーンについて佐藤さんからですはいシーンは中国製の衣料品やアクセサリーなどを扱うサービスで 独自のサプライチェーンを使って商品を海外に直接送る越境取引を行っていますえ実際にえこちらにシーンの商品あります、えー、こちらの女性用のシューズは1600円ほどそしてこのネックレスは200円台で売られているなどこの割安な価格を売りにしてアメリカで利用者を急速に増やしているんですね 調査会社によりますと新アプリのアメリカでの11月時点の累計ダウンロード数はおよそ1億1400万と去年末から4割ほど増えています累計では amazon.com の3分の1程度なんですが新規のダウンロード数は今年に入り amazon を上回る水準で推移シェアが拡大しています まさにこの勢いのあるシーンですけれども、まずこのブランドが生まれた背景について教えてください、はいえー、とシーンの,元のあるととなる会社は2008年に中国の南京で、えー、と設立された会社です。はい、で、えーと、その後ですね、今の形に発展してきたわけですけど、どのここでちょっと中国の EC の発展を振り返ると、まあ、皆さんよくご存知の日本の方でも、アリババという会社があります。えー でアリババの後にそにアリババの対抗勢力ともいうべきピンドー堂というような第二世代の会社,会社が出てきました、うん、で今日議論するこのシーンという会社い、まあ、わば第三世代で特徴はですね 中国ではほとんど売り上げがなくて、はい、海外市場に特化してるということです。社もシンガポールに置いてるんです、ね、そうですね2022年ににシンガポールに会社も移しましまたと、はい、で、えっと、一方で中国国内には、まあ、中国は世界の工場と言われているのは皆さんご存知の通りでアパレルもそういう歴史があるわけですけどまだまだ中国に残っているそのアパレルのサプライチェーンを最大限に 中国出身の会社であるということを利用して安くアメリカ市場に売っているというのが彼らののビジネスモデルの特徴ですねうあの利用者が増えている理由に関して3つほど挙げていただきました1つは先ほどお話にもありました、はい、やはり低価格といったところですよね。そそううでですすね、はいまあ、アメリカもも、まあ、日本もそうですけど みんな物価高に苦しんでいまた SNS を活用したマーケティング戦略ということなんですが、はい、え山田さん、注目されているのはここのの番そうですね、はい、この商品ラインナップの多さ、一日にですねちょっと最初僕も聞いたとき信じられなかったんですが一日に数千種類の新商品が出るという<千>この斬新さというかですねスピードの速さ、はい、でそうすると、まあ、若者は、まあ、新しい その色新しいデザインのものが出るとうん、うん、どんどん飛びついて買うとでしかもこれ買い物は基本的にスマートフォン経由こ、まあ、この2番目にあります SN、S、ってあります、まあ、ネットで基本的にやってますので、はい、安いすぐ買えるということでアメリカの若者もたくさん飛びついて買ってるという状況であります。うん のシーンはですね衣料品がメインだと思うんですけれども、はいはい、これ世界市場で見た場合というのはどれくらい影響力が今出てるんでしょうかえーとです、ね、現状で、えー、とファストファッションの世界シェアのおよそ2割ぐらいを取っていると言われていますと、はい、この表に出てますよね、もう実は皆さんよくご存知の ZARA であるとか H&M よりも規模でもう上回っているという形でありますと。でお値段がが安いのが ね、そうですね先ほどもありましたけれども、はい、あの値段価格の差というのはご覧のとおりなんですがです、ね、ざっくり、ざ、え、ら、ー、の商品に比べると3分の 1?、うん、1もっと安いかもしれません、ね、ただこの低価格衣料品をめぐってはアマゾンドットコムがシーンなど